個性際立つハスキーボイス、凄みのある歌い回し、可憐な風貌とのギャップで日本の歌謡界に一時代を築いた藤圭子さん。昭和26年岩手県で生まれ、北海道で育った藤圭子さん。浪曲師だった両親と共に旅回りをし、幼い頃から人前で歌っていたといいます。そして昭和44年18歳で歌手デビュー。私が男になれたなら、私は女を捨てない。愛はキャッチフレーズは演歌の星を背負った宿命の少女。全共闘運動が激しさを増す時代、その歌声は学生をはじめ多くの人に染み渡りました。藤圭子さんが登場した時の衝撃を物語るエピソードは数多くあります。希代の作曲家平尾正明さんは、彼女の歌を聴き歌手を諦め作曲家に専念することを決心したといいます。また作家の五木寛之さんはこのように評しました。これは演歌でも演歌でもなく、間違いなく演歌だ。そしてジャーナリストの田原総一郎さんは、藤さんのドキュメンタリー番組を制作しました。その狙いは、プロデューサーが藤圭子さんを悲劇のヒロインにするためにいっぱい物語作ったのね。かわいそうなもので、僕はこれは面白くない、これねぶち破りたい。当時藤圭子さんは暗い影を背負った少女のイメージで売り出していました。田原さんはそれを壊そうとしたというのです。やっぱずっとじゃあ歌詞やんの、豆腐やんなきゃしょうがないじゃん。豆腐やんなきゃしょうがない、あそう、やっぱり自分のことばっかりじゃなくてさ、やっぱり私を育ててさくれて、やっぱりもっともっとこれ以上ね大きくなって、やっぱり見ててさ楽しみしてくれる人とかさ、やっぱり私の歌を聴いてさ喜んでくれる人とか、そういう人のためにやっぱり歌わなきゃいけないでしょ。時々やっぱり嫌になる時あるんだ、歌なんかさ疲れちゃうしさ、めんどくさい時あるの。イメージと違い、率直に饒舌に話す藤圭子さん。田原さんの狙いは当たりました。とてもだからね、素直で率直でストレートで、あまりにもストレートすぎる。要するにこれまでの藤圭子のイメージを全部ぶち壊した。女ですもの恋をする、女ですもの夢に酔う。デビュー以降、女のブルース、恵子の夢は夜開く、京都から博多までと数々のヒット曲を世に送り出した藤圭子さん。儚くも美しく咲いた彼女の歌の世界を特集します。皆様こんにちは。 RCA レコードから新宿の女でデビューしました藤圭子です。この曲はちょっぴり大人のムードですけど、若さをぶつけて力いっぱい歌いました。ぜひ聴いてください。私が男になれたなら、夜が冷たい新宿の女。顔と声のギャップがすごいある。すごいですよね。なかなかの声はないですよ ね。しかもあの、まあ、可愛らしい風貌声で、あの目がですね、なんか目の奥がこうなんかドラマがあるんじゃないかって思わせるような。確かそうですね。なんか影を引きずってるんじゃないのみたいな、なんかこう想像させる方ですよね。でも本当お人形さんみたいに可愛かったの。あ、実物もやっぱりそうでしたか。可愛いんだけど、その中になんか寂しさと
で会うとねよく喋るんですよ、喋るんだけど、はい、あの人見知りするタイプなの。そうなんですか。だからいつもなんかおどおどおどしとして、もう人のあんまり目をしっかり見てっていうのなくて、いつも目をそらしながらおどおど、おどおどしてる、そういうイメージがありましたね。またそれも意外なギャップですね。藤圭子さんの素顔をよく知るこの方、カルーセル麻紀さんにお話を伺いました。昭和17年北海道で生まれ、25歳で歌手デビュー。ニューハーフのパイオニアとして今も輝き続けるカルーセルさん。出会いのきっかけはおよそ45年前、カルーセルさんの事務所に藤圭子さんが移籍してきたことでした。彼女が新鋭プロに入るって言って、で私はすごく西川峰子と友達だったんで、ちょっとすごいの入ったわよって言って、はじめまして、藤です、もうすごい小さい声で、まあお人形さんみたいって思うぐらい可愛かったんですよ。私はこういう性格じゃない、パッパッパッと喋る人間じゃない、あんたが藤圭子だのって言ったら、よろしくお願いしますと、おとなしくてなんか暗い子だなと思いました、影があるなとは思いましたけど、で歌うとね、あのドスの聞いた声でさ、私が男になれたならあの歌が好きだね、私は女の子なんだ、あれがとっても好きでした。私は初めは影がある暗い子だと感じたカルーセルさん、しかし徐々に印象は変わっていったそうです。飲みに行ったりとかそういうのないんですけど、何か事務所では私にだけ話しかけてくるんですよ彼女が、まあ、同じ北海道ってそれを、まあ、彼女は知ってたみたいで、何でも相談してくるから、可愛い子だと私は思ってたから、あの世間の目とは私は違ってましたね。しかしカルーセルさんはこんな心配もしていました。全然色気なかったから、何の色気もないし何の飾りもないし、いつもすっぴんぴんだったし、指輪つけてるのとか見たことないですね。前川きつと結婚した時にね、あのね二人喋んないんで結婚してうまくいくのかしらってはそれすごく思ってましたよ。これ喋んないどうしてどういう生活して、それはもうね想像してるだけでちょっとおかしかったですけどね。だから別れた時、あ、なるほどなとは思いましたよ。昭和58年再婚した藤圭子さんのもとに一人娘となる宇多田ヒカルさんが誕生。この宇多田ヒカルさんのことでカルーセルさんには忘れられない思い出があるそうです。まだ1歳ちょっとぐらいかな、マキちゃん今日ちょっとお願いがあるのって言うから、どうしたのって言ったら、ちょっとね用事があるからヒカル預かってくれないって、私子供嫌いだし、子供なんて赤ん坊なんて抱いたこともないのにね、お願いって言われて、あんたどこ行くのって言ったら、ごめんなさいちょっと麻雀してくるからって、だから麻雀終わるまで待って、それ2回ぐらいありましたよ。だから宇多田ヒカルってはぁって私は思いました。え、私が預かったこの赤ん坊がこんな大スターになったのっていう思いはありましたよ。よく私は結構仕事場で会うとね、やっぱりあの話しかけてきて、で私もいろんなことを聞き出すのが上手だからそうなのよ。そうすると安心してよく喋って、それであの子供ができてね、あのニューヨークへ行こうと思うんだけど、それで向こうでね子供を産んで、あのそれで歌手にさせようと思う。それでどういうふうな歌手って、あなた演歌じゃないのって、うん、ちょっと見てくれるっつって、はい、それで私の前で踊ったのよ。え、藤圭子さんがマイケル・ジャクソンみたいな、リズムで、あら、あんたこんな踊りもそのリズムびっくりして目が点になっちゃって、私そんなイメージないですよね。そうだから、あら本当はこの人ぶっ飛んでる人なんだなと思うね。それで本当に向こうへ行って、あの歌はもうちょっと中断して向こうで生活するのって言って、それで、はい、あのまあ向こうでね、あの子供をお産みになって日本へ帰った時に、あのまたあの仕事場に連れてきてたのよ、はい、そうなんですか。そう、それで一生懸命あのこう育てながら、あのリズムを取らせたりとか、
だから私ね考えたらやっぱりね、あの宇多田ヒカルちゃんができたのは藤圭子さんがそういうふうな自分の信念、執念で歌手にさせて、あの人のプロデュース、だから宇多田ヒカルはもう藤圭子の本当にそういう意味では作られた、彼女の計算したあの人だったのよ。なるほど。だからもう英才教育っていうか、うん、あれだったんですね。でもご主人もねやっぱりプロデュースみたいなことをして、ね、はい、だからお互いに夫婦共同でやっぱり作り上げたんだと思う。皆様ご意見いかがですか。藤圭子です。デビュー曲の新宿の女、おかげさまで大変ご好評いただきましたけれども、2曲目に今度女のブルースができました。この歌はやはり演歌ですけれども、詞も曲もとても覚えやすいと思います。どうぞ聴いてくださいね。女ですもの恋をする、どこで生きてもいつか散る。貴重な映像でしたね。さあこちらの女のブルース、こちら2枚目のシングルとして昭和45年に発売されたそうですから、はい、あんの可愛らしい顔とあのドスの効いたギャップ、ギャップがすごいですよね。藤圭子さんってあの猫背だったじゃないですか。そうですね、割とちょっと姿勢がそれで、なんかあの、はい、テレビで、まあ、私たちは一般の 女子高生はとか中学生見てたの、足まだ小さかったけど、そうなんかすごくもう猫背で出てくると、他の歌手の方はやっぱりこう立派に出てくるのに、一人だけなんかすいませんって言って感じで、それがあなんかこの人に後ろに儚さがあるんだなみたいな、あ他の人と違うんだなと思って見てましたね。だからそういう麻雀とかね、ギャンブルが好きっていうのね、想像できないじゃないの顔で。そうですね、可愛、ね、い顔して、はい、でもさ不思議にギターが似合うのよね。本当そうでしたね、違和感ないですもんね、うん、ね。